どうも、妻ゆきです。300日後に富士山の頂上で歌うシンガーソングライター、今日はデイ111ですね。ちょっと昨日のバッティングセンターで、体中がバキバキです。もう上半身から下半身まで全部筋肉痛ですね。さっきちょっと、足、何だっけ、開脚を180度するためにはみたいな、なんかできるストレッチみたいな、本当かよと思いながら、その動画を見てなんかストレッチしてましたが、それを動画にすればよかったですね。ちょっと後悔してます。まあちょっと今日は筋肉休めの日ということにしようかな。明日、2月6ですね、クラブビジョン、ヘカトンにおいて、安井のラストステージでです。ちょっと俺メモ帳に取り置きお願いします。バンドのライブって取り置きっていうんだけど、予約ね、個人的に予約しといてって言われたやつ、ミスってデータを消してしまってですね、LINE とか DM とかで言ってくれてる人は残ってるんです、拾えるんですけど、口頭で言ってくれた人、もしあれでしたらもう一回連絡ください。申し訳ない。すいません。これでこの動画見てるか、見てくれてるかどうかわかんないんだけど、ちょっとすいませんが、それか当日、俺のこと捕まえてください。では、また明日、安井をどうかよろしくお願いします。 D110 でした。